どうも皆さん、おはこんばんにちは、豆腐です。ということでね、今回はサカツクやっていきたいと思います。今回ね、何をやっていくかっていうお話なんですけれども、まあ分かる人には分かるよな、この6月の1週目、そして、94年目ということで、はい、インターナショナルカップ開催です。うん、ぶっちゃけまだスペインでしか優勝してなくて、でフランスかな、うん、フランスで一回優勝しようと思って、まあ、試して挫折し、ポーランドで挫折し、まあ、ポーランドの場合はね、この初回優勝得点の星5の選手が、アタッカーということで、アタッカーの星5持ってない人はね、ぜひぜひポーランドでやってみてください。ということで、今挑戦しているのはイングランドですね。現在レベル40です。で、イングランドの監督おすすめはブシュバル、おすすめしてます。おすすめしてますってか、おすすめします。ブシュバルだとね、比較的簡単にイングランドフォーメーションコンボを発動させやすいですね。フォーメーション設定で451の A とこちらですね。で、ブシュバルの場合だと必要なものがこちらになります。セントラルミッドフィールダー、ルダーにテクニカルドリブラー、バランスサイドバック、ハードマーカー、スイーパーゴールキーパーということで、まずはゴールキーパーの方、スイーパーゴールキーパーに変えていきましょう。ビッグフォードを、招集候補のね、バトランドだっけ？そうですね、バトランドに変えます。バトランドに変えて、で、あとはどこだ？ハードマーカーとバランスサイドバックですね。ハードマーカー、フィル・ジョーンズをジョン・ストーンズと変えます。で、ストーンズの場所にはゴメスの方がいいかな。うん、両方カウンターなんでね。カウンターで連携線つなげていきましょう。で、左サイドバックに関してはルークショーを今入れているんですが、ここはバランスサイドバックではないといけないので、ここもまた変えていきます。で、この左サイドバックに関しては、バランスサイドバックが確か、招集候補にいないんですよね。あ、いるわ。ギブスが、バランスサイドバックですね。このように本当に招集候補だけでね、見事にプライドオブサイタも発動できると。あとはテクニカルドリブラーとセントラルミッドフィルダー、チェンバレンじゃなくて、ここがチェンバレンではなくて、リンガードですね。ジェシーリンガード、ジェシーリンガードがテクニカルドリブラーなので、こちらはジェシーリンガード当てはまります。あとは、セントラルミッドフィルダーですね。でバークリーがね、バークリーに関しては自前の選手なんですけれども、これで見事に発動することができました。ここに関してはベン・ワトソンでもいけます。どっちでもいけます。で、まあ、どっちかって言ったらカウンター寄りですね。カウンターに寄せてます。まあ、レフトミッドフィルダーはヤングでいきましょう。アシュリー・ヤング。で、まあ、サブ、控えに関しては、ルーニーの調子が今一つなのかな。ちょっと怖いな。テクニカルドリブラーは今ね、スターリンが、いてくれているので、ここスターリンの方がいいかな。スターリンの方がいいですね。うん、スターリンに変えましょう。スターリンは、ポジション的にはね、サブポジションになってしまうんですが、カウンターが得意ということでスターリンに変えます。ではここベン・ワトソンとバークリーどっちがいいかな。誤差ですね。じゃあここはもうバークリーでいいかな。ということで、こんな感じで始めさせていきたいと思います。バークリーがね、倒れたらベン・ワトソンで、スターリン倒れたらね、リンガードで変えていきたいと思います。まあ、ハードマーカーのセンターバックに関しては2人いるので、センターバックに関しては、ジョン・ストーンズをね、サブに置いておけば、ここは問題ないんではないでしょうか。さあさあ、あとはバランスサイドバックもう1人入れたいっすね。ゴールキーパー2人もいらないんで、バランスサイドバック入れましょう。ここに関してはね、10クラブから持っていかせていただきます。ドーソンか。ドーソンしかいねえな。うん。ショーもダメなんで、ここに関してはドーソンでいきましょう。OK、これで何度目だ、3、4度目ですね。これも3度目ぐらいかな。代表覚醒に関してなんですけれども、やろうと思えばね、アリーナリング使って全然覚醒できるんですけど、ちょっともったいないよね。うん。で、この星3だけめっちゃ余るんですよね、特別覚醒監督の。スマホ設定は行いませんということで、やっていきます。このようにね、ブシュバル持ってる方は簡単にね、褒めコン発動できるので、イングランドおすすめですね。さあやっていきましょう。うわ、フランスか。まあフランスに関しては勝てる気がしねえな。うん、
じゃあちょっとここあれでやってみましょう。フォメコン発動させていくか、戦術変えていくかどっちかで、1回目はねフォメコンでやっていきましょう。有利戦術に変わるのかフォメコンの方がどっちの方がいいのかを今回は見ていきたいと思います。さあ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 やっていきますよなんかサカツクずっとやってて思うんですけど、そろそろイベントかなんか欲しいですよね。わあ厳しいな、うわ厳しいな、死速攻同組フランスはちょっとしんどいっすね。まあ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 、ポグバがレッド出ててもこれか。さあさあさあ次はクロアチアですね。セルビアか、セルビアはまあ勝てるでしょう。でサカツクのそのイベントの話なんですけど、ガチャ新しいの来ても言うて確率 2% ですし、そこまでまあまあガチャがねあってもって感じですし、あとはなんかもうひたすらなんて言うんですか、ひたすらクラシックリーグ周回するゲームになっちゃってて、おっと分かってないじゃん話してたけど、えちょっと待って、ここ数年で初めて予選敗退来るんだぞ、これは来る可能性があるんだけど、予選敗退は勘弁してマジで。さあギリシャですね、ギリシャやっていきましょう。いや待って待って、予選敗退はマジでまずい。今1分け1敗か、ここしっかり勝っておきたいですね。オッケーオッケー、ナイスルーニー、ナイスデレアリー、おーナイスバークリー、オッケーオッケーオッケー、これはもう勝ちでしょう。いや本当にね、サカツクはマジでイベントかけてほしい。ひたすらクラシックリーグ周回するゲームになってるんでね、まだ優勝もできてないんですけど、その強くなるためにもアリーナリングじゃないですかってなったら、クラシックリーグやる意味なくなってきちゃうんですよね。レベル上げと連携戦上げ以外で強くなるためにこのリーグを守る意味が今ほぼないので、そこがしんどいところですよね。ということでさあさあさあやっていきましょう。はいはいはい、フランスライバル国ですね。で、ここに関してはチーム編成でね、ちょっとサイドアタックに有利が取れる、ポゼッションでねちょっと今回行ってみこうかと思います。ポゼッションとポゼッションにすることでフォーメーションコンボは発動できなくなるんですけれども、有利かつけるっていうね、戦術のどっちの方がいいかをちょっと試していきたいかなと思います。デレアレの代わりにベン・ワトソンだとどうだ、結構違うけど連携線はつながるんですよね。かつ連携線つなげてやっていきましょうか。ルーニーじゃなくてケイン、 OK、ほぼ全員カウンター、うん、いややっぱやめよう。いやでも総合値ほとんど変わんないでこっちでいきます。でどっちの方が点差が開くかちょっと見てみましょうインターナショナルカップくらいしかもう今楽しみがないんですよね。おっとっとおっと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 、早ないこれ。いやちょっとミスった感あるな、マジか。いやマジか、やっぱあれですね、フォメコン発動させた方がいい説ありますね。 3-0 か、いや強えなフランス、本大会でマジで当たりたくない。 OKOK ということで、ちょっとね次のこの2戦落としたらちょっとシャレにならないんで、ここはねちょっとガチでいきましょう。ガチっていうかさっきもガチだったんですけどね。さあこれで戦術設定ですね。でカウンターでこれで発動してるはず。 OK、 さあやっていきましょう。まあ3万2000ですもんね。言うてスペイン優勝した時は4万8000ぐらいあったので、ただやっぱりね星4の選手ばっかりなんですよねスペインって。あの元カレル選手が、ちょっと待ってちょっと待って、 OK ナイスバークリー、 OKOK、 あとラスト1回がいい勝てばまあほぼ確実にね突破できるでしょう。さあ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 、今回の動画はねだいぶね普段の動画に比べたら見どころがない動画かもしれないんですけど、申し訳ないんですけど今サカツクやることないんですよ本当に。ネタ切れと言ってくださったらそれでもうそれしかもう言えなくなるぐらいなんですけど、ガチャ回す以外になんかあります今。ガチャ回してクラシックリーグ強くするために毎日回数制限のあるアリーナリングを集める以外になんか明確にチームを強くする方法がないので、どんだけね時間かけて周回してもちょっと厳しいところがありますよね。一回超強くなっちゃったらアリーナ連勝できるからどんどんリングがたまるんですけど、
そこにたどり着けなかった層の人たちは今すごい苦しいんですよね、おそらくね。さあ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 、まあ見事にね、予選を突破することができました。ありがとうございます。報酬いただきます。ということでね、サカツク、うん。どうしようね、これね。なんか、私これやってるよとか、俺今これやってるよとかって、あったら教えていただければなと思います。6月4日までということでね、本日この動画撮ってるのが、今6月3日の夜なので、まあ大体公開するのが6月4日。の夜になるかと思います。6月4か5の夜になるので、まあね、その時点でもスーパースターフェスは終わってるので、また新しいね、フェスが来てはいると思うんですが、うん、まあ、どうだろうね。今度は星5確定チケがついてくるのか、来ないのかも話、まあ問題ではあるんですけど、たとえ星5確定チケがついてきたところでやること変わらないっていうね、結局その覚醒のリングがないっていうね。結局今これが私の中のベストフォーメーションですね。57,870 ということで、まあまあアスペリクエッタに関しては覚醒があと1回ね、まあできるのと、まあポグバ、コケ、ピロロ、カバーニ、まあどれかをまあ二覚するぐらいかなというところですね。ただやっぱりアリーナリングがね、最近本当に強く、みんながね、敵も強くなってきてて、手に入りにくいので、そこがやっぱネックかなと。思います。2688、やっぱ4つはしんどいですよね。これ覚醒専任コーチ4人はしんどいですよね。せめて2人、ちょっとね、本当に強化のバランスとかの感覚が合わないかなと思ってね、最近ちょっと何やろうっていう感じなんですけれども、本当にね、ここまでご視聴してくださった方ありがとうございました。おそらくね、次の動画に関しては明日撮ることになると思いますので、インターナショナルカップイングランドのね、本大会と、もしもね、新しいガチャの方が来ていたら、引いていくかどうかとして、解説の方をさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひご視聴ください。ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると、私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。